こんにちは、ハマクッキングのお時間です。今回作るメスティン料理はミックスベジタブルベーコン飯を作ります。材料の紹介です。ミックスベジタブルです。美味しそうですね。お米1合、ベーコン、コンソメ、胡椒、これで作ります。メスティンにお米1合と水 200cc ぐらいを入れました。こう水の目安はね、このポッチの下あたりです。ここにコンソメを入れます。かき混ぜます。この状態で30分間放置します。お米をコンソメ水に浸して30分経ちました。では具を入れていきます。まずこのミックスベジタブルから入れます。ベーコンを入れます。胡椒をかけます。こんな感じになりました。これで炊いてみます。これが固形燃料です。100円ショップで3個100円で売ってます。火をつけます。これでしばらく待ちます。今1個目の固形燃料の火が消えたところです。ご飯がグツグツ吹き立ってこないんで2個目の固形燃料を使います。これでまたしばらく待ちます。ご飯が吹き立ってきました。もう少しですね。今固形燃料2個目の火が消えました。この状態で10分間ご飯を蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。できてるかな。おう、わうまそう。もう成功ですね。これは美味しいわ。あ、香りがいい。こうミックスベジタブルのね、こういい香りがこうしてきます。美味しそうですね。あとベーコンのいい香りもしますね。これは美味しそうだわ。お皿に移します。おお、すごい。ご飯も美味しそうですよ。これご飯美味しそうに炊けてます。コンソメ色ですね。コンソメ色に美味しそうに炊けてます。このメスティンの底に軽くおこげがついてます。これぐらいがねちょうどいいです。お皿に移すとこんな感じになりました。結構量が多いですね、1合ってね。美味しそうです。ベーコンも美味しそうですね。いただきます。ご飯からいただきます。うまい。美味しいご飯、コンソメご飯ですね。美味しい。ベーコンいただきます。ジューシー。いや、美味しいベーコンです。熱々で美味しい。いや、美味しく炊きました。もう大成功です。もうベーコンもね、このコンソメご飯も美味しいです。あとはゆっくりいただきます。これでごちそうさまでした。